第636条、請負人が、種類または品質に関して、契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき、その引き渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了したときに、仕事の目的物が、種類または品質に関して、契約の内容に適合しないときは、注文者は、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた差実によって生じた不適合を理由として履行の追加の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし請負人がその材料または差実が不適当であることを知りながら告げなかった時はこの限りでない。新築工事の請負契約をしたとしましょう。建物が完成し注文者に引き渡しました。しかし建物の品質が悪く契約に適合しません。この時注文者が取れる選択肢は次の4つです。履行の追加の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除。損害賠償の請求は他のものと同時にすることができます。ただしこの契約の不適合が注文者が原因であればこれらの請求をすることはできません。しかし注文者が渡した材料や指示に従うと品質が悪くなるのが分かっていても知らせなかった場合は注文者は追加請求等をすることができます。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。